ザ・ボタニック・ガーデンの図版、ザ・ボタニストの図版ベンジャミン・マウンドは、イギリスの薬剤師、植物学者、画家、出版業者である。植物雑誌ザ・ボタニック・ガーデンやザ・ボタニストなどを出版した。1825年から、ウスターシャーのブロムス・グローブの自らの印刷所で、ザ・ボタニック・ガーデンの出版を始めた。13巻の定期観光物は、王宮庭園で栽培されている。 鑑賞用の草花を描き、若き日のビクトリア女王に捧げられた。華麗な植物画は、巧妙な植物画家のオーガスタ・ウィザース、エドウィン・ディ・スミス、プリシラ・スーザン・ビューリーやマウンドの娘らが描いた。ロンドンのボールドウィン、クラディック・アンド・ジョイオブ・ロンドンから出版され、特別版は、通常版が1ページに4個の図版が載せられていたのに、対して1ページ1図版の構成であった。 ザ・ボタニック・ガーデンの別冊という形で70枚の果実の手彩色版画のフリューティストも出版した。1837年に、ケンブリッジ大学の教授、聖職者ののジョン・スティーブンス・ヘンズ・ローと共に、園芸家のための雑誌、ザ・ボタニストを発刊した。五巻まで発行され、植物画は、オーギュスタ・ウィザースが描いた。マンドは、植物の学名で命名者を示す場合に、 ベンジャミンマウンドを示すのに使われる。ありがとうございます。